さて、次にお送りします曲も日本の懐かしい歌謡曲「鈴懸の道」です。この歌謡曲がジャズにアレンジされました。今回はソプラノサックスでお届けしたいと思います。それではお送りいたしましょう。鈴懸の道。Thank you.
たのを思い出した方もいらっしゃるかもしれませんね。ちなみに私の帰り道にポプラ並木はありませんでした。さあ、ブルースカイサウンズオーケストラの演奏もあと2曲になりました。最後にお送りする曲はコーヒールンバ、そしてブルースカイのテーマ曲 Without You でお別れしたいと思います。皆様どうぞお元気にお過ごしくださいませ。そしてまたどこかでお会いしましょう。それでは別れを惜しみながらお送りいたします。コーヒールンバ。